13回、いみこは朗読会場でございます。意味がわかると怖い話。意味がわかると怖い話とは、一見するとごく普通の文章に見えるが、よく考えると恐怖が隠されている話のことである。略称、いみこは。それはある夏の日の朝だった。朝起きたら息子が頭を抱えて悩んでた。それに驚いた母は泡を吹いて倒れた。次に父が倒れはしなかったけど、驚いて警察に連絡した。朝起きたら息子が頭を抱えて悩んでいたから。息子が持っていたのは他人の頭部。誰かを殺してその頭部の処理に困っていて悩んでいた。その光景を見たら誰でも倒れる。父親の冷静な行動に驚かされる。とある病院で赤ん坊が生まれた。その夜、看護師さんが赤ん坊の様子を見てみると、赤ん坊は死んでいた。病院は事実を隠蔽するため、すぐに身寄りのない赤ん坊を用意した。出産の時母親は意識がなく、自分が産んだ赤ん坊をまだ見てはいない。見た目がうり二つな赤ん坊を選んだから、見破られることはないはずだった。次の日、母親は赤ん坊と対面するなり、鬼のような形相で叫んだ。こいつは私の赤ちゃんじゃない。本当の赤ちゃんじゃないと知っているのは病院関係者のみ。母親が自分の赤ちゃんじゃないと言ったということは、赤ちゃんが死んでいると知っていたから。つまり母親は自分の赤ちゃんを殺した。本当は産みたくもないのに産んでしまって、せっかく殺したのに別の赤ちゃんを用意されたから怒った。ある日、ワンワンとうるさかった隣人の犬を殺した。死体は井戸に捨てた。次の日見に行くと死体は消えていた。5年後、彼女が俺の友達と浮気した。俺はカッとなってその友達を殺した。死体は井戸に捨てた。次の日見に行くと死体は消えていた。10年後、たまたまバーで出会った女に金をせびられて女を殺した。死体は井戸に捨てた。次の日見に行くと死体は消えていた。15年後、昇格を競い合う同僚を殺した。死体は井戸に捨てた。次の日見に行くと死体は消えていた。20年後、介護が必要になった母親が邪魔になって殺した。死体は井戸に捨てた。次の日見に行くと死体は消えていなかった。ずっと母親が死体を片付けていた。そんな身勝手に生きていた子供の後処理してきたのに、介護が面倒になったから殺されるなんて世知辛い世の中。片付けてくれる母親がいないから、ずっと死体が残ったままである。とある駅のベンチで電車を待っていた時のこと。隣に赤ちゃんを抱いた女性が座った。子供が好きな僕はついじっと見てしまった。それに気づいた女性が話しかけてきた。
実はこれ、バッグなんですよ。そう言うと赤ちゃんの服をめくり、お腹についたジッパーを見せてくれた。確かに言われてみると、目もガラス玉のようなものでできているようだった。よくできてますね。ええ、難しいんですよ、作るの。時間もかかるし、でもリサイクルが好きだから。と笑顔で答えて、ちょうど来た電車に乗って行ってしまった。僕も同じ電車に乗るつもりだったが、立ち上がることができず、去っていく電車を見送った。赤ん坊をカバンとしてリサイクルしたのだろう。剥製のようなものなのだろうか。赤ん坊の皮をなめしたのだと考えると、立てなくなったのもわかる。スナッフフィルムって知ってる？娯楽用途に流通させる目的で、実際の殺人の様子を撮影した映像作品を指す俗語のことだ。俺は昔見たことがある。飲み屋で知り合った男に見せてもらったのだ。男に招待してもらったのは、人里離れた山の中にポツンとあるロッジ。かなりわかりづらいところだったけど、俺は先に到着した。だけど、男はまだいなかった。マジかよ。騙されたのか俺と後悔をし始めた頃、男が現れた。すまんな、真ん中の子供が熱を出しちまって。子供が熱出しているのに大丈夫ですか？大丈夫大丈夫、そう言いながら男は笑った。ビデオを見せてやる。そしてスナッフフィルムを見せてもらった。無残なビデオだった。興味本位で見たいと言ったことを後悔した。日本人の子供、10歳くらいか、無残にも。最後まで見られなかった。俺は叫んだ。お前にも子供はいるんだろう。二人いるが、それがどうした？男は、すまんな、真ん中の子供が熱を出しちまって、二人いるが、それがどうしたと言っている。二人しかいないのに、真ん中の子供というのはおかしい。おそらく以前は一番目の子か、三番目の子が存在したが、男は殺したのだろう。おそらくこの男が子供に手をかけたのだろう。本日のお話はここまでです。また次回お会いしましょう。さようなら。異形博物館です。